また仙台市では新型コロナワクチンの年内の接種を加速させるため集団接種会場を増やしました。仙台市はこれまで6つの会場で行っていた新型コロナワクチンの集団接種を今日から14カ所に増やしました。このうち泉区の商業施設セルバテラスの会場では230人の予約があり、多くの人が接種に訪れていました。買い物がてらできますし、駐車場もありますので、そういう面では街中に出ていくというよりも気持ち的にも楽ですし、安心できると思います。一部の会場では夕方以降の接種も可能で、セルバテラスでは平日は午後7時まで対応しています。これから行楽シーズンということで、お出かけの機会もあるかと思います。ワクチン接種をご検討されている方はできるだけ早めに、なるべく今月中に接種を済ませていただければというふうに思います。昨日時点でのワクチン接種の状況は、県全体で3回目を終えた人は 75.8%、 4回目を終えた人は 38.2% となっています。